応援。東京メトロスポーツスペシャル東京マラソン2020、先頭集団はハーフを62分1秒でハイペースで通過して、さあこのハイペースの中で大迫が少し後ろに下がり始めてきました。第一放送車です。はい、大迫が少し離れました。先頭の集団からは3秒から4秒20メートルほどでしょうか。藤田さん、どう見ますか。この1キロですね、少し先頭集団のペースが上がったんですね、はい、それによって、こう少し距離を置いて自重しているのか余裕がなくて離れているのか、その辺バイクリポートの金さんいかがですかね。はい、おっしゃる通りですね、先ほどペーサーが3人いたんですが、そのペーサーが1人になってしまったんですね。で、風よけがなくなっていきなり先頭の集団がこう動揺したような形でペースが上がったんです。でそこでやはり大迫選手がですね少し離れた感じになります。この小刻みのアップダウンの上りのところで一生懸命ちょっと腕を振るような仕草をしていますので、ここはついていかなければいけないなという勝負どころ、大迫選手は今感じて走っているところですね。はい、先頭集団のペース、この1キロは2分55に戻りましたので、若干後ろの集団がまた近づいてきています。ペースメーカーも予定より早く外れてしまって、ペースメーカーも残り1人となっている状況の中、一つここは大迫は辛抱時を迎えているかもしれません。先頭集団です。さあ先頭集団が13人の中で、大迫が少しその中で最後方のポジションに下がってきました。近くにはバイク解説の金さんがいますが、大迫のポジションどう感じますか。はい、先ほど申し上げましたが、ペーサーが1人になってこの第一集団が縦長になったんですね。でその中で懸命に大迫選手はついていこうとするんですが、ちょっとね少しずつ少しずつ集団から遅れてきています。そして私の後方から、まあ、第二集団なんですが、もうこの距離から言うと 1.5 集団と言ってもいいぐらいの距離なんですね。大迫選手離れてしまうと、後ろから吸収されてしまう可能性も出てきましたという状況になりました。まあ、第二集団も森さん、はい、どうぞ。はい、この1キロ2分52秒まで上がっていますので、井上も少し離れ始めています。2分52秒まで上がりましたか。いや、ペースメーカーも予定の30キロまでついていけない選手も出てきているわけですから、増田さん、さっきまで向かい風の中をちょっと一瞬ペースが落ちましたよね、はい、で焦ってまたペースメーカーが急に上げてるから、はい、まあ、こういう1キロごとの揺さぶりっていうのが結構応えますよね。これはやはりね、52はちょっと早いですよね。これがただ高橋さん世界基準なんでしょうね、はい、ただまだね、サイドも落ちる可能性ありますから、あ、はい、ここは遅れないでしっかり我慢してついていくことですね、大迫選手もちらっと時計見ましたけれども、はい、予定より早いんじゃないのっていうふうにちょっとイライラとしている精神面がちょっと見えましたよね、ただこういったちょっとしたペース変化って海外の試合では多いです。もちろんオリンピックなどもそうなので、はい、こういったところに気持ち揺らさずにリズムに乗ってその集団につけるかっていうのは一つこれから先の課題だと思いますね、はい。来週の琵琶湖と合わせてオリンピック残り1枠を日本勢は争うということになっていますが、最後の3枠目を取るためには最低でも日本記録を更新して、なおかつ日本人1位にならなければならないというのが日本人選手にとっての条件なんですが、まあ、海外勢はおとといの記者会見でも2時間2分台を宣言している選手もいました。それよりもはるかに上回るペースをここで出し始めています。井上がやはりちょっとこの一番前の集団からは離れてきました。なんと直近の1キロ2分52まで上がったという。だから井上さんの背中とか大迫さんの背中を後ろの集団がこう見ることができたら、後ろの集団は元気出ちゃいますよね、また追っかけようという気持ちになるので、はい、やっぱここは多分このリズムを刻みたいと思ってるでしょうね。まあ、軽く選手ね、ついていけばいいと思いますね。そうかそうか、はい、瀬古さんとこの、DNA ですからね、ごぼう抜き記録を作ってた人ですね、はい、軽くさん、彼は安定して走りますから、ここで彼に遅れるようになるとちょっと厳しいかもしれませんね。ただなんといってももう中間点の時点で2時間4分台が見える、日本記録ははるかに更新するようなペースでここまでレースを展開している中で、まだまだ十分に貯金は作っています。まあ、井上選手まだまだ余裕はあると思いますね、はい、結構日本の実業家の選手たちって一番お手本にしたいランニングフォームは誰って聞くとカロキさんを挙げるんですね、うん、日本人みたいなね、フォームしてますからね、飛び跳ねたりしないみたいなね、リズムが井上さんこの中だと作りやすいかもしれないですね、はい、さあ、まもなく25キロのポイントです。さあ今25キロのポイントを通過しました。この1キロも 2分51秒、2分51秒でした。そして25キロの通過が1時間13分15秒、
この5キロがいかに速かったかというのがよくわかります。1時間13分15秒でフィニッシュ予想が2時間3分38。かなりペースが上がってきました。そしてその中で日本勢の中では井上大人がなんとか粘り、横浜 DeNA のビタンカロクと共に走っています。そして大迫はかなり遅れています。大迫はかなり遅れています。秒差が測れないぐらいの位置まで遅れています。一番前の海外招待選手筆頭ビルハヌ・レゲセを筆頭にコースレコードを更新する2時間3分台のタイム。ペースがガンと上がって、その中で今井上と大迫、果たしてこの後どういう展開を見せていくかと。直近の1キロのラップは2分52まで上がっているという状況です。ただこの大迫でも2時間4分台のフィニッシュ予想ですから、うん、まあ、これから、ね、落ちなければですね、はい、相当速いペースですね。やっぱり気持ちを保つのが大変なので、井上選手のようにどうかこう集団で走れると大迫選手もいいですよね。1人になってますからね、ちょっと、ね、心配ですよね。誰かここに、ね、1人いればだいぶ違うんでしょうけど、でも結構子供の頃から大迫さんって町田のグラウンドで1人でストップウォッチ持ちながら自分を追い込んでるっていうのをいろんな人が見てて、やっぱり結構開拓心というかチャレンジャーだから、またこれで上がっていけばいいなと。そしてその大迫の後ろも25キロのポイントを通過しています。第2放送車です。この大きなグループは25キロを1時間13分49秒というタイムで通過しました。フィニッシュ予想は依然として2時間4分35秒という中で、ちょっと集団ペースメーカーの横にぴったりとくっついているのはコニカミノルタのキャプテン、明治大学ではキャプテンも務めました菊池雅人がつけていて、その後ろとはちょっと岡田さん差ができましたね。そうですね、23キロぐらいだったと思うんですけど、まあ、ペースメーカーがポンと前に出た時に、はい、まあ、菊池くんが対応したんですね、うまく。で、1回ですね、宮城さんくんがちょっと追いついて集団になりかけたんですけど、はい、またこう、ね、離れていない状況ですよね。そうですね、設楽そして佐藤という有力どころはこの2人よりは後ろに位置しているという現状です。菊池がですから、これ今日本人順位でいうと井上大迫の後ろに今菊池が出てきていると。まあ、それで2時間4分台ですからね、はい、そしてすぐその後ろには佐藤悠基らの姿もあります。この集団でもまだ2時間4分台という素晴らしいペースで進んでいるという状況になっています。さあ、まもなく車椅子が男子フィニッシュを迎えそうです。悠基にとって初優勝がかかります。さあ、石畳のコースが見えています。鈴木智樹です。残りはもう 200m ほどでしょうか。これから行幸通り左に曲がりましてフィニッシュまで 130m。 さあ、大会記録4分上回るペース来ている。さあ、ここ行幸通り入りました。残りは 130m。 鈴木智樹大会記録更新間違いありません。東京パラリンピックのメダル候補鈴木智樹、大会記録を大きく上回るペースで今東京マラソン初優勝を飾りました。花岡さん、鈴木智樹大会記録更新ですね。そうですね、タイムもさることながら非常に、はい、いいレース展開だったんじゃないかなと思います。自分の思い通りに走れたというのが、はい、おそらく今日の鈴木のレースですね。鈴木智樹が大会記録を更新して優勝らしい。車椅子男子は鈴木智樹選手が大会記録を大きく更新するタイムで独走でフィニッシュしています。今回フグさんとかダニエルさんっていうライバル来なかったんですけど、もう世界を見据えてもう東京パラリンピックは内定してるんですね。またこれ本番が楽しみです。そういうことになりますね。さあ、先頭は3人、レゲセ、レマ、メングスーという海外招待選手の3人になって、日本人順位はその後ろに井上がいて大迫が2番目、そしてコニカミノルタの菊池が日本人順位でいうと3位のポジションという状況になっています。先頭集団はこれから30キロの関門を迎えようとしています。先頭集団は27キロ浅草橋付近を通過しています。先頭集団は海外招待選手が3人、日本人の先頭は今井上も日本記録を大きく更新するペースで、まだ先頭からは少し距離が空きましたが進んでいます。さあ、それではここで先導の白バイ隊員が交代しましたのでご紹介してまいりましょう。画面向かって左側、中央センターライン側、第7方面交通機動隊、
菊池さゆき巡査長。マラソンの先導は警察官拝命からの憧れでした。今夢が叶い大変嬉しくと思うとともに緊張していますと話をしてくれました。右側第一方面交通機動隊佐藤拓人巡査長。東京2020大会のため長野県警察から警視庁へ特別出向中です。東京マラソンの先導白バイ任務は大変光栄に思いますと話をしてくれています。さあこの後30キロでいよいよ最後に1人だけ残ったペースメーカーも外れていよいよ本格的な勝負が始まっていきます。先頭グループはエチオピアのレゲセ2時間2分48秒という世界歴代3位のタイムを持つランナーが3人。そして井上の姿は第一放送車からちょっと見えなくなってきましたかね。どうでしょうか。第一放送車から確認するのは肉眼で確認するのは難しくなってきました。このペースメーカーを含めた4人の集団の後ろには4位でケニアのサイモン・カリウキがいます。日本薬科大学卒業の現在戸上電機製作所所属。その後ろに井上を含む集団がいますがその位置にバイク解説の金さんに行ってもらっています。金さん。はい、私は井上選手の集団のすぐ後ろにいますが先ほど手元の時計で先頭からは20秒でしたね。そしてその集団の中で井上選手まだ落ち着いて先ほどもゼネラルの水をしっかり飲んでましたしまだ動きにも余裕がありますので、このまま30キロは無事通過すると思います。そうですか。ここが5位グループということになります。走りを見て藤田さん大丈夫そうですね。確かにね。そうですね、まだ余裕はあると思うので、この集団でもう一度ですね力を貯めてほしいなと思いますね。はい、25キロを過ぎてから1キロ2分51秒、今の1キロが2分54秒という先頭集団のペースに変わっています。先頭は最速2分51まで上がったこともあって井上は距離は置きましたが、ただ井上は前半の貯金があって2時間4分台も見えるという、まあそこでね遅れるという判断をしてよかったですよね、はい、無理で過ぎてはいけなかったですね、はい、でちょうど集団がいますからあれに連れてってもらって30キロを迎えるということになれば、はい、4分台は見えますね。オリンピック設定基準は2時間5分49秒です、はいはい、そしてその井上選手の集団が27キロから28キロ2分59秒できました、うん、いいペースですよね、はい、3分切っていけばいい記録出ると思います。しばらく35キロ過ぎまでは追い風ですもんね。ここは、はい、35キロから向かい風になります ね。品川を過ぎてから少し向かい風を受ける可能性があるというスタート時での気象情報予想でしたが、井上はこのまま行けば2時間3分54秒というフィニッシュ予想タイムが出ています。すごいです。なんか、うん、井上さん MGC の時にはこのシューズじゃなかったですけど、なんか走り方がこのシューズにすごく合ってる感じがしますね。前に前に、まあ、もともと前傾でねフォアフットの、フォームですからこのシューズに合ってますよね。また井上選手後半にこうガタッと落ちるタイプではなくて粘れる選手ですから、はい、やはりこの後のタイムをどこまでカバーできるかというところも楽しみですね、このまま行けばなんと2時間3分台もまだのぞけるかというようなペースで井上は日本人の先頭で進めています。そしてその井上を背中を見る形になった大迫選手ですが第2放送車です。大迫は27キロから28キロに1キロが3分5秒ということで、小川さんちょっとペースとしては落ちているという大阪ですね。そうですね、後ろに今、菊池君がいますけど、はい、もうそろそろこう、ね、吸収しそうな感じですよね。そうですね、はい、これが後ろから来る菊池がこの大阪に追いついてそこから大阪がペースを上げられるかというところですかね。そうですね、まあ、かなりちょっとペースが落ちているので、ね、まあ、足自体は動いているんですけどね、本当うまく対応できるかどうかですよね、はい、まあ、後ろの菊池君が大体2分57ぐらいで追ってるんですよね、はい、大迫が踏ん張りどころを迎えています。大迫のすぐ後ろからはコニカミノルタの菊池が今迫ってきています。まあ、大迫は日本人に負けさえしなければ MGC 3位だったことによってこのまま行けばオリンピック最後の椅子を獲得することはできるわけですが、今目の前に井上がいます、ね、そうですね、だいぶ離れましたからね、はい、しかも井上はこのまま行けばフィニッシュはまだ3分台も見えるというようなハイペースで進んでいます。やはりそう足まだ来てませんから井上選手ね、行きそうですからね、はい、なんか井上さんは今回ニュージーランドの方で合宿してるんですけども、南の島でやってきてるんですよね、ネルソンっていうところ で、 そうです、ね、で40キロ走は何度行ったか分からないぐらいやってて、何が今回変わったかって言ったら MGC の悔しさから学んだことは間のジョギングなんか間のこの休養の中でもかなり距離を踏んできたということで、月間走行距離はかなりらしいですね。もともと走りで走り込みをして
試合に出るタイプですからね、はい、なんか40キロ走は2時間6分で走った時よりもトータルで2分から3分常に良かったそうなんですね、はい、足も非常にできているというふうに黒木監督もおっしゃっていたのでそういった意味でも楽しみですね。井上は先頭行く井上は MGC で最下位に終わってそしてニュージーランド合宿で手応えを得てそして MGC で3位でその時点でオリンピックを決めきれなかった大迫はケニアに合宿の地を求めて新たなチャレンジをして自分を磨いてきました。それぞれ東京オリンピックの思いもありますがまずはこの世界に勝ちたいんだという思いを抱えて今回の東京にやってきていますが今大迫の前には井上がいるといった状況です。その井上はこのまま行けばあるいは2時間3分台も覗けるかというハイペース、うん、いい走りしてますね、はい、このままの状況で推移していけばこの東京マラソン終了時点で井上が3番目の人を大きく手繰り寄せるといった落ちる要素が今のところないですね、3分からちょっとぐらいでいくと思いますよ。森さん、はい、どうぞ。その井上選手のタイムですが先ほどの28から29まで3分3秒にちょっと落ちたんですね、はい、でそこですかさず井上選手この先頭の集団の先頭に出てきたんですよ、ですから明らかに自分の感覚としては3分切っていきたいという意思がその走りにも出てましたね。井上が常々言うのはとにかく引いた考えを持ったらダメなんだというふうに井上は話をしています。あくまでも狙うのは東京マラソンの優勝、オリンピック代表は日本記録更新はあくまでその結果についてくるものなんだというふうに井上は話をしていますがこの集団の中でさらに一歩でも前へというのが今の井上の考えだと思います。これが第2集団で5位グループという形で今井上はレースを進めていてその後ろに大迫、そして大迫は後ろからコニカミノルタの菊池の追い上げを受けている。3強の一角したらはさらにその後ろの集団で今レースを進めているといった状況です。ペース的には菊池あたりまでこれ日本記録更新狙えるような状況に、ね、その後ろもね結構来てますからね、なってますからね、はい、さあ先頭海外招待選手に絞られた中で今まもなく30キロのポイントを迎えます。今30キロ通過1時間27分43秒です。フィニッシュ予想が2時間3分22秒、ハーフを過ぎてから仕掛けたこのエチオピア勢3人が大会記録を大きく上回る30秒以上上回ります。29キロから30キロまで2分55秒という速いタイムでした。ペースメーカーがいなくなりました。ここから本当の戦いが始まっていきます。先頭集団はフィニッシュ予想は2時間3分20秒台という驚異的な記録がどうやら先頭からは生まれていきそうです。さあそして井上を含むこれが4位集団ということになりますが、この井上を含む5位集団ということになりますが、その5位集団も今30キロのポイントを通過で手元の時計で1時間28分30秒くらい、大迫が日本記録を出した時のタイムが1時間29分46秒だったんですが、瀬古さんそれよりもはるかに早いタイムで今通過しています。5分前後で行くんじゃないですかね。そうですね、2時間4分25秒ですからね。28分30秒で通過しましたのでこのまま行きますと2時間4分台もまだ狙えるといった。もう4分台はまず行きますね。ねえ、はい、もうこの集団がいますから、はい、よかったですね。このまま行けば日本記録を大きく更新するようなペースで井上は30キロを通過しました。顔が今いけるなという顔しましたね、うん、そうですか、また走りも軽くなってきてる感じです、うん、なんとなくこの大迫さんなんかがこう後ろに行ったっていうそういう気配みたいなのを感じてるんでしょうかね。そういう安心感も あるよね、うん、いなくなったっていうね、なんか余裕を感じますね、うん、なんと30キロ通過した時点でもフィニッシュ予想は2時間4分台、しかもある程度人数がいますので状況としては瀬古さん恵まれた展開に、いやーやっぱ運がいいですよね、これ一人と功労集団でいるとは全然違いますからね、なってますもんね、とてもとても去年の9月15日の MGC の時の井上さんとは想像がこんなに短期間でこんなに人って変われるんですね、すごいですね、歴史変わりますよ今日この6人でどうしますか歴史が変わる日ですよ今日。森さん、はい、どうぞ、そういう状況ではあるんですが、今ですねその集団の後ろの大迫選手そして菊池選手がちょっと詰まってきてるんですよ、はい、先ほど実はこの集団1キロ3分5秒ぐらいまで一旦落ちたんですね、はい、その間に後ろから大迫選手、そして菊池選手が少しずつ今追いつき始めています。あ、確かにまだ大迫はまだその前を行く井上を含む5位グループの姿ははっきりと見えます。うん、大迫選手まで10秒です。10秒ですから50秒、50メートル弱というところになると思いますが、
大迫さんもまた元気になってき、走りが元気ですね。少し元気になってきたね、うん、でもこちらの前の集団もエルハサン・エルアバシ選手が前に出て少しペースを上げましたね。ちょうどあの井上選手とアジア大会でそうだ1秒差で争った、はい、なのでエルアバシ選手がその後4分台を出して、4分台を出したから自分も絶対4分は出るんだっていう、そんな思いを井上選手持って走っているんですね。非常にライバル心というのはこの選手にも持っていると思います。今1番で走っている緑、半分緑のねユニフォームをラスト 100m でね、はい、ラスト 100m でいい関係だ、ね、競り合った選手ね、はい、今画面の一番右側ですね、2018年のアジア大会の決勝、アジア大会で最後の直線で井上とまさにマッチアップレースをしたその選手がこのバーレーンのエル・アバシ、アジア記録ホルダーでもありますが、持ちタイムは井上よりも上のものを持っていますが、井上はこのエル・アバシに勝ったことがあります、うん、この集団ちょっと休んでますね今ね。そうですか、うん、後ろの大迫選手がちょっと追いついてきましたから ね、その後ろの菊池選手までも含めて、うん、あるいはこの井上を含む5位グループをターゲットにしていくか、その後ろのまだまだ大きな集団もこれも日本記録を更新していくような、集団までは日本記録出る可能性高いですね。一体何人の選手が好タイムを連発するんだろうといったここまでの展開になっています。でも大迫さんというのはなんか瞬時に自分のこの体調なんかと感じながらこうレースを自分の中でこう作って、うん、やっぱり自信があるんですね。42キロ本当に自分と相談しながら走るのが得意なんですよ。はい、それはね、あれだけちょっと距離ができると、ね、またこういうのって難しいと思うんだけど、うん、目に見えて追いついてきましたね、30キロを過ぎた時点でも先頭の井上は2時間4分ペース、しかしその井上をまだ大迫はしっかりと追い上げて以下、菊池を含む日本人もまだまだ可能性があるという30キロ過ぎです。さあ離れかけてきた大迫がまた追いついてきました。第2放送車です。先ほど金さんからのリポートで10秒という差があったこの大迫と前の井上がいる集団ですが、今2秒差まで縮まってきました。さあ岡田さん、これも時間の問題と見ていいですね。そうですね、今の、1キロもですね3分にかかってるんですよね、もう大迫くんもう追いつきますね、ここで、はい、ペースが上がってないんですよね、集団がですね。30キロから31キロが3分、そして次の1キロ32キロまでが3分2秒ということで、やや井上がいる集団がペースが落ちたところ、さあ大迫が今この集団に加わってきた。この集団の一番後ろに大迫がぴったりとつきました。その前を行く井上、ちょっと表情が苦しそうですが、この井上の走りはどうでしょう。そうですね、やっぱり30キロ過ぎてからですね、ちょっと顔がですね、まあ、ちょっときつそうな感じになってきたので、やはりもうね、結構余裕がない状況だと思いますね。ここでペースが上がってしまうと多分つけないと思います。はい、途中大迫の動き、そして今の動き比べて尾形さんからの印象はどうでしょうか。そうですね、大迫君はですね、なんかあえてこう、ね、速いペースに付き合ってなかったっていう感じがしましたよね。だから離れてからもう足が動いている状況だったので、そこまでペースも上げている状況じゃなかったんですね、はい、3分、まあ、切りぐらいで刻んでいる状況だったので、まあ、前が本当に行ききれなくなったっていうのが、まあ、正直なところじゃない、でしょうかね、はい、この集団の一番後ろにくっついた大迫ですけれども、金さん、そこから見て大迫の動き、走りいかがでしょうか。はい、追いつくまでのスピード感はかなりありましたね。おそらくまあ2分58秒ぐらいでは切れたと思うんですが、追いついた後そのまま抜いていくのかなと思ったんですが、一旦後ろにつきましたので、やはり後半35キロ過ぎに向けてまだ足を残しておきたいんでしょうね。そんな感じです。ああ、なるほど。尾形さんから見てもまだもう一ギアありそうな感じはありますか。井上君のその様子を見てましたね。顔色を見てで、判断しましたね今、はい。ああ、そしてこの集団の一番後ろに井上が下がっていくという中で、この集団の3番手まで上がってきたのは逆に大迫、まだ目はまっすぐ前見てますね。いつでも多分出れる状況だと思うんですね、大迫君はですね、はい、なので、まあ、どこで、まあ、スパートっていうかペース上げようかっていうふうに考えてるんじゃないですかね今。フィニッシュまでは残り10キロ、今日ものすごい記録が誕生するかもしれません。なんとここで大迫が前に出ました。この5位グループ7人の中で前に出て、これで大迫が日本人先頭。大迫は日本人に負けさえしなければ3番目の椅子は渡さないことになります。勝負かけましたね。来ましたね。マラソンわからないですね。わからないですね。井上さんだって体が疲れている中でこれやられたら、井上さんの精神的ダメージっていうのも大きいですよね。やっぱりそれをしっかりと大迫選手は井上選手の表情を見て仕掛けましたね。ずっと日本人の中ではトップを走ってきた5位グループのこの井上、今初めて他の日本人選手の背中を見る形に変わりました。
なんと離れていた大迫がここで逆転。なんかさっきまで大迫さん死んだふりしてたのかなって思うぐらいですよね、前の集団からしてみたら。5キロは何だったんだろう、ねね、これがやっぱりいろんな場数を踏んでるこの開拓者の強さですかね。やっぱり自分の体をよく知ってるよね。井上さんがちょっと辛い。ここは辛いですね。2年前のこの東京では自らも6分台を出しながら同時に日本記録を樹立された設楽悠太の背中を見て大きく拳を悔しさで握りしめた井上でもありました。そして今はここは大阪の背中を大阪の背中を見る形に変わった7人のこの5位グループ。大阪からすればまだ前に4人抜かなければいけないという思いがあると思います。なんか2年前は設楽さんが大迫さんみたいなレースしましたね。そうですね、井上が前にいてですね、で設楽君が逆転したっていうね、まあ、その、ね、レースと同じですよね。スタートスパートビジョンも日本記録平均の 20.1 キロをはるかに上回るペースで今大迫はスピードを上げてきています。まあ、大迫選手このまま行けば4分30秒ぐらいで行くんですよね。後ろにいるのはディクソン・チュンバ、もう東京マラソンでは何度も優勝しているミスター東京マラソンですが、こういった海外の協力勢を今後ろに従える形。そして大迫の2人後ろにいるエル・アバシは大迫よりも早いアジア記録ホルダーでもあります。エル・アバシは2時間4分43秒というアジア記録ホルダーでもありますが、そのエル・アバシよりもさらに大迫は前を行ってこの縦長になった5位グループの一番先頭のポジションを大迫を掴んで前にいる4人の海外選手を追う形に変わっています。まあ、大阪君このまま行けばアジア記録もね狙えるところに今いるんじゃないですかね。自らの日本記録を自らの手で塗り替えて東京オリンピック最後の椅子を確実なものにしていくことになるんでしょうか。現在この第5位集団の中でマラソンの自己ベストでいうと大迫よりも速い選手が今いるわけなんですが、その選手を後ろに従えて大迫は今レースを進めているといった状況になっています。30キロまでアップしてたような感じ、30キロから始まったんだというぐらいの今このバネですよね。体が軽くなりましたね。本当に野生な感じがしますね。やっぱりケニアで2ヶ月半してケニアの選手よりも練習を積み質も上げてきた部分っていうのはここに出ているのかなっていう、今までにない大迫選手を見ている感じもしますね。今回初めて合宿地にケニアを選んでいきました。まあ、大迫のキャリアを振り返っていけば大阪は東京出身なんですが、東京を離れて長野の佐久長聖高校に進んで、そして早稲田大学を卒業してアメリカに拠点を移してトレーニングを積んで、すでに新しい環境を求めています。そうですね、もうアメリカで移住しましたからね、家族でね。お母さんの直江さんも言ってます、もう子供の時から自分の人生を開拓していくと、はい、東京から長野の佐久長聖高校を選んだ時に大丈夫って聞いても、はい、僕は東京で一番じゃなくて日本一になりたいんだって言って、はい、佐久長聖高校を選んだって言ってましたね。今ちょっとチャレンジライン、バーチャルで日本記録ラインをご覧いただきましたが、大阪の後ろのこの集団、設楽を含むこの集団もまだまだ実は日本記録をはるかに上回るペースで進んでいると、それだけ今回の東京はハイペースだということになっています。今回の銀座付近に実は設楽選手の恩師である東洋大学の酒井監督が応援をしてくれていて、そこには鈴木アナウンサーがいるんですが、鈴木アナウンサー、酒井監督の声は取れますか。はい、先ほど我々の前を設楽選手通り過ぎましたけれども、実際にご覧になって設楽選手の走りフォームだったり表情どうご覧になりました。はい、ここから通過してすでに4キロぐらい経ってますけれども、30キロ地点ではまだ比較的だいぶ余裕があると見て思いました。フォームはどうでした。まだですね、本来のストライドが広がってはいないんですけれども、十分余裕を持っているように見えました。前には井上選手、大迫選手いますけれども、ここからがまあ勝負どころというとことで、設楽選手どんな走りを見せればいいでしょうか。はい、今大迫君だいぶギアを変えてフォーム変わってますので、ここで追っていく集団もですね、設楽を筆頭に動きを変えていくべきかなと思います。まだそこには十分追いつける余地というのはあるんでしょうか。ここのキロラップがわからないんですけれども、先ほど30キロ地点では日本人トップと40秒差ありました。ここからどれだけ落ち込まないでいくかが鍵だと思います。またどんな駆け引きを見せてくれるのかも注目ということですね。はい、35キロ以降の粘りに期待したいと思います。はい、ありがとうございました。高校までは決して
全国的にトップのランナーではなかった設楽悠太選手が東洋大学に進んで酒井監督の教えを受けて攻めの走りを学んで2年前の東京では当時の日本記録を叩き出しました。そして今これ14位グループですが忘れちゃいけないのは瀬古さん、このラインもまだ日本記録は更新できるという。そうなんですよ、5分30秒ぐらいの、ね、ところで行ってると思いますね、はい、設楽を含む上門、下田、定方、高久、木村慎、この6人で形成している14位グループもまだまだフィニッシュ予想は2時間5分台という信じられないペースで進んでいます。先頭が35キロを通過しました。35キロの先頭のペースだけ第一放送車竹下さん、はい、35キロ通過1時間42分49秒フィニッシュ予想が2時間3分57大会記録を1秒だけ上回るペースで、藤田さん気になることが一つ、この1キロがですね3分11かかってるんですね。で自重しているというかそういう牽制しているわけではなくて全体的にこう先頭集団3名余裕がなくなってきています。先頭3人のペースはかなり落ちています。さ、第2放送車後続の大迫選手も35キロ通過しました。大迫の35キロの通過1時間43分34秒というタイムです。小田さん、大迫の走りいかがでしょうか。そうですね、まあ、終始今、ね、前に出てって言ってますけど、ええ、この29から30がちょっと3分5かかってるんですよね、はい、まあ、決してちょっとこう、ね、動き自体はいいと思うんですけど、ええ、まあ、ちょっとかなりやっぱりこうね、追い上げた分少し疲れが出てきてる感じがしますよね。あ、なるほど。現在のこの大迫35キロ時点でのフィニッシュ予想は2時間4分51秒ですから、自らが持つ日本記録からは1分ほど早いというペースでこの大迫は歩みを続けています。この大迫 MGC は2位から5秒差の3位でした。本当に勝てると思っていたので悔しかったというふうに話しました。ただその悔しい思いがこの大迫をケニアに向かわせました。ケニアで合宿を積んで戻ってきた大迫、自らの持つ日本記録から1分早いペースで35キロを通過。ただ小田さん、今ここが追い風なんですよね。そうなんですね、だから折り返してからどうなるかですね、風がやはりねあまり吹かなければいいと思うんですけど、あとやはり大迫君はかなりやっぱ冷静に走れてますよね、はい、やっぱ先頭集団はかなり2分50秒ちょっとぐらいで引っ張ってましたから、それにあえてこう、ね、付き合わずに、まあ、自分のペースで保って、まあ勝負どころでこう、まあ、ペースをこう維持して走ったっていうのが今の、ね、位置につながってると思いますね。走る前の会見でも先頭のペースが速いと感じれば行くし、まあ、行ける、速いと思えばちょっと見送るということも言っていましたけれども、その通りの走りを見せた大迫、35キロを経過、まもなく36キロです。35キロを通過した時点で日本記録は大きく更新できます。順位でいうと現在大迫は4位、先頭から整理しますとトップの3人はエチオピアのレマ、それからメングストゥ、そしてレゲセ。レゲセが2時間2分台のランナー、これは大会記録をどうやら見据えるペースで今走っています。4位にサイモン・カリウキを挟んで、この5位が今大迫、大迫の前にはあと4人ランナーがいます。大迫と並んで走っているのはベルギーですでに東京オリンピック代表権を持っているバシル・アビディ、2時間6分14秒というパーソナルベストを持っている選手が今大迫と並んで走っています。さあ折り返しを過ぎました、高輪の折り返しを過ぎました。これが5位グループ、大迫のこの後のか、あ、そして今またバーチャルで2時間5分49秒の日本記録ラインをご覧いただいておりますが、それよりも今前で井上もレースを進む、ちょっと表情は苦しそうな状況になって、まさに今その2時間5分49秒の日本記録ラインに菊池ですね、これね。本当ですね。いや、まさに後ろから2時間5分49秒が追いかけてくる。菊池さんも強いですね。いや、強くなったですね。これは日本記録を更新するランナーは3人生まれるのかどうか、そしてその中で大迫はしっかりと自分のポジションを守るのかどうか。金さん、これ向かい風になってるのかな。はい、心配していた風なんですが、うん、今ちょうど北に向かってるんですが、それほどないですね。あ、よかった。風はありません、風の心配ないです、うん、ここ日比谷通りのあたりは、ね、一番向かい風吹いたらきついですよね。そうですね、見るからね、ちょっとね、こう吹きますから折り返して風の向きが変わって、向かい風がひょっとしたら強く吹くんではないかというようなリスクも少しスタート前にはあったんですが、
どうやら天気の面でも大迫を後押ししてくれているようです。大迫の視線はしっかりと前を見つめています。大迫の前にはまたあと4人ランナーがいます。まあ、とにかく瀬古さん、大迫は一番になることを誰よりも強く思っている選手でもありますね。今まで、ね、一番がないですからね、はい、まあ、勝ちたいですよね。過去大迫のマラソンの記録は過去7戦、調整で出たホノルルマラソンも含めて7戦がありますが、最高順位はいずれも3位フィニッシュ。自らの順位を上げることはできるんでしょうか。そして日本記録を更新するという意味でもこのままいけば大迫は間違いない。その後ろにいる井上、さらには菊池、このあたりも含めてまだまだ日本記録は更新できるペースで35キロの折り返しを過ぎています。これが井上。井上選手も少し良くなってきたかな、はい。まあ、顔はねちょっと苦しい顔してますけど、ね、子供の時から苦労人ですもんね。長崎で生まれましたけども、お父さんのお手伝いで中学校高校で新聞配達なんかもね、長崎坂が多いからそういうことで足を鍛えたっていう、ね、選手ですよね。部活の前にあの新聞配達をやってたそうですね、はい。この井上でもまだ2時間5分台が見える。日本記録は更新できるペースで進んでいます。前に行く大迫の背中を追いかけている。この位置で粘っていればまだ可能性はあるかもしれない。36キロ地点前を行く大迫の背中を見ています。さあ、それでは大迫の前にいる第二放送車から伝えてもらいましょう。大迫の前に今バシルアブディが出て、この大迫がここまではバシルアブディを引っ張っていたんですが、アブディが前に出るときに俺の後ろにつけというジェスチャーをしていましたね。そうですね、大迫君が終始引っ張ってましたから、まあ、一緒に、ね、こうまあ、タイム狙っていこうというような感じで言ってたと思うんですよね、はいはい。そしてそのアブディからちょっと今1秒2秒ほど遅れ始めている大迫ではありますけれども、先ほどの35キロから36キロの1キロが、3分ということですから、また大迫自身のペースは上がっているということになります。現在37キロをここで通過、3分1秒というこのラップ、小田さんいかがでしょう。そうですね、3分で刻んでいるので、やっぱりアブディ選手がちょっとペース上げたという、ね、形ですよね、なのでしっかりまあ粘れていると思いますね、はい。このアブディを目標に大阪は走り続けていいですね。そうですね、やはりちょっと1人になってしまうとなかなか、ね、ペース上げづらくなってしまうので、やはり、ね、前に今まだ見えている状況なので、やっぱりしっかり追うという姿勢はやっぱり見せてもらいたいですよね。フィニッシュ予想ご覧のように2時間4分53秒さあ歴史が変わります。今日新たに自らの日本記録を上回ろうとしているこの大迫。ラスト5キロで、1時間50分10何秒ですからね、可能性としてはありますよね、はい。ですからこの1キロ、ここからの1キロ3分6秒ペースでいけば日本記録更新、これは可能性が岡田さんかなり出てきました。そうですね、あともうね、落ちてくる選手も今いますから、ね、うまく拾っていって今の、まあ、3分ですね、そこをやっぱ維持できるかどうかですよね、はい。今日歴史が大きく塗り替えられる、そんな1日になりそうです。残りおよそ5キロ、日本記録更新、ビッグタイムは現実的なものになってきました。1キロ3分5秒かからないことですね。そういうことになりますね、はい。それでいけば日本記録確実ですね、リズム変わってないですもんね、ちょうど前にいるこのバジル・アブディ選手っていうのはソマリア出身で9歳の時にベルギーにこう移って帰化した選手なんですけれども、モハメド・ファラー選手と仲が良くて、大迫選手ともアメリカで面識があるんですよね。なので一緒についてこいっていうような声をかけてくれたと思うんですけれども、そういった意味では知っている人を、やはりお互いに分かっている人の背中をしっかりと見ていくっていうのは大迫選手にもやっぱり力になると思いますね。一緒に行くといいね、はい、長身だし。さあ、そして大迫が少し4位のポジションから落ちてきたサイモン・カリウキを背中が今少し見えてきました。一旦並んで走っていた順位の中から6位ポジションを落とした大迫ですが、前を行くサイモン・カリウキを捉えればまた5位には浮上するということになります。ちょっと少し右の脇腹あたりを押さえて、あるいは差し込みあたりなど、いやないですね、どうですかね、大丈夫ですかね。MGC の時もやってましたからね。そうですか、そう来るといけないのでこう、予防でやってるようですよ。坂の前でやってましたね、はい。大迫は2時間5分49秒の設定基準、自らが持つ日本記録ラインははるかに上回るペースでレースをここまでは進めています。そして井上、そのさらに後ろ日本人3位のポジションの菊池はどうかという状況になっています。大迫さん今サイモン・カリウキをかわして再び大迫は5位のポジションに上げました。前にはまだ4人の海外招待選手がいます。
35km の時点では4位のランナーまでおよそ30秒差というところがありましたので、直線ならば前は見えている、前のランナーは見える状況かと推察しますが、35km の時点ではトップとは47秒差だった大迫です。さあ一旦先頭を見ておきましょう。第一放送車です。先頭ですが優勝争いを2人に絞られました。ナンバーカード1番エチオピアのレゲセ、2時間2分48秒という世界歴代3位の記録を持つレゲセ、そしてナンバーカード3番、こちらは2時間3分36秒世界歴代10位の記録を持つレマです。途中で藤田さん、レゲセがペースを上げて2人になりました。そうですね、折り返しを過ぎてから一気にこう仕掛けてですね、あの2人に絞られたんですけども、はい、まあ、余裕度でいうとあのレゲス選手の方があるのかなとは思いますが、はい、あのレマ選手もですね、もう離れないですね、なかなか。そうなんですね、やはり世界トップレベルの2人、速いタイムを持っている2人による今年の東京マラソン優勝争い、大会記録に向かっては、あ、またちょっとレゲスがペースを上げました。ペースを上げれば大会記録更新という先頭です。先頭は大会記録との戦いになっています。レゲセとレマの戦いになっています。さあ大迫、残り4キロを過ぎました。第2放送車です。大迫は37キロから38キロが3分6秒、やや落ちました。ちょっと右脇腹、お腹を出すような仕草もありましたけれども、岡田さん。そうですね、まあ、やはり、ね、かなりきつくはなっていると思うんですよね、はい、まあ、またあの、ね、ちょっとユニフォームから出して今脇腹触っている状況ですけど、そうですね、はい、まあ、でも足が、ね、動いているので、あの、まあ、大丈夫だとは思うんですけどね、まあ、でもちょっと3分6今かかってますので、はい、なんとかやっぱ3分5以内でですね、はい、あの抑えて走ってもらいたいですよね。残り4キロからの時点でいきますと1キロを3分3秒でいけば日本記録が見えてきます。踏ん張りどころ残り4キロ、日本中の期待を背負って大迫、沿道の声援も大きくなる。沿道のお客さんが大迫という名前を呼んで背中を押しています。残り4キロを切っています。ちょっと今時速が 18.5、 やはり苦しくなった。先頭には途中からついていかないという選択をしました。大迫途中からギアを1段階上げてここまで上がってきました。まだ日本記録ペース、残り4キロを切った。将来のこの大迫の夢は世界と戦える日本マラソン界を作りたい、海外の選手たちと対等に戦う日本人選手を見たいというふうに話していた大迫。大迫自身が今世界と戦っています。まずは自らの持つ日本記録、可能性が大きくなってきました。今時計を見た、歴史が変わります。日本陸上界に新たな1ページが加わろうとしています。ここが39キロ地点、3分2秒、この1キロ3分2秒、このままいけば大迫日本記録が見えてきた。テレビをご覧の皆さんも声援をお願いします。この大迫が自らの持つ日本記録を残り3キロで塗り替えます。岡田さん、動きどうですか。いや、あの動きはですね、あの変わりはないですよね。あの大迫君自体もかなりね、あの終始時計を見てますので、はい、かなりやっぱりタイムっていうか日本記録は意識してね走ってると思いますね。残りは3キロ、3000メートル、もう目の前だ。ラスト3キロが1時間56分22秒ですから、はい、なのでね、あの本当に十分にもう狙えますよね。1時間56分22秒ということはここからの1キロ3分9秒でいけば日本記録。いや、これどうですかね、予防というよりはちょっと脇腹には来てるんでしょうか。あのかなりね、あの本当に疲れは出てるんだと思うんですよね、はい、まあ、ですけどなんとかこう、ね、奮い立たせてあの前に進もうっていう、こう意識は、ね、意欲が見えますよね。残りは3キロです。特に誰を意識するということはなく、可能性のある選手全員を意識して今回の東京マラソンに挑む、そう話しました。一緒に走る選手として全員をリスペクトして同じスタートラインに立って戦う、そのスタートラインからは間もなく40キロというところ。
まあ、大迫君はですね MGC でやっぱ3位というですね、まあ、ちょっと不本意な結果に、ね、終わったんですけど、やはり、はい、まあ、その時は周りをちょっと気にしすぎてたんだと思うんですよね。だから自分のペースでやはり、ね、走れれば多分すんなりと、ね、2位までには入れたと思うんですけど、やはり誰かにちょっと合わせすぎて、まあ、本来の自分の走りができなかったっていう、あとは体力の消耗してしまったっていう、ね、そういった点が、まあ、見受けられましたので、まあ、今回は本当にもう自分の、ね、レースに徹しようっていう、まあ、そういった姿勢がやっぱり見れてましたよね。自分の中に何か弱い部分があったのではないかという思いも含めてケニアで合宿を行いました。この大迫 MGC では2位の服部勇馬から5秒差の3位、この悔しさ、その悔しさ、この東京にぶつけています。さあ、そして先頭は40キロを過ぎています。40キロの通過が1時間57分42秒フィニッシュ予想が2時間4分10秒大会記録までは12秒です。さあ、藤田さん、可能性はいかがでしょう。最後ですね、はい、2分50を切るようなペースで行くとですね、大会記録前後まで行くんですね、はい、ですのでレゲス選手先ほどの1キロ2分52ぐらいまで上げてますので、可能性としては十分あると思います。さあ、東京マラソンの歴史は変わるのか。東京マラソン連覇とコースレコードへの挑戦が続いています。さあ、そして大迫が40キロを迎えます。大迫の40キロは1時間58分53秒ですから、フィニッシュ予想でいきますと2時間5分50秒というところ、ちょっとやはり苦しくはなってきました。今ドリンクを取った、懸命に腕を振る。まもなく残り2キロを迎えます。尾形さん、定期的にこう選手が海外選手が落ちてきて、その選手を追えるというのも大迫にとっては大きいですね。そうですね、まあ、なんとかそういうのをこうね、なんかまあ、こうモチベーションとして走っていかないと、まあ、あとラストねやっぱり2キロ、まあ、ちょっとですからね、まあ、なんとかこのペースを維持してですね、まあ、本当に日本新は、まあ、最低限、ね、走ってもらいたいですね。さあ、残り2キロを通過。あ、そしてまた大迫の動きが良くなってきました。懸命に腕を振る。ここまでの走るとまたちょっと変わってきたんじゃないですか、岡田さん。そうですね、まあ、ラスト2キロが今1時間59分25秒で通過しましたので、まあ、まだまだね、本当に狙えるタイムだと思いますし、まあ、ここね、あと ラスト1キロちょっと辛抱ができればですね、はい、まあ、本来大迫スピードが、ね、ありますから、なんとかね、そこまでに届くんじゃないかなというふうに思いますね。沿道からはものすごい声援、背中を押します。フィニッシュに行くに従って鈴なりの人、ハイキンさん、谷岡さん、私大迫選手のすぐ右後ろにいるんですが、足は動いてますよ。日本記録絶対に出ます。もうね、脇腹を押さえて痛いというよりもね、自分の体にパワーを注入している、そういう風に見えます。絶対日本記録いきます。なるほど。さあ、頑張れ大迫、日本記録は目の前だ。1億ゲットしてほしい、1億円ゲットしてほしいですね。もう確実ですね。だって大迫さん、はい、小学校1年生と2歳のお嬢さんいますから、日本記録作ってプロですから ね、また本当に豊かな生活してほしいです。はい、順位も4位に上げて、40キロ通過地点では自らの日本記録更新は視野に入れた。さあ、なるか。自らの手で東京オリンピック3枠目を大きく手繰り寄せるか。40キロ通過地点では自らの日本記録更新は大きく、その可能性は広がっている。2時間5分30秒ぐらいで走る可能性ありますね。極端なペースダウンさえなければ見えます。さあ、そして先頭レゲセの大会記録はどうか。フィニッシュのライン、中の内の石畳の通りに先頭のレゲセは入ってきています。残り1キロが2時間1分20秒での通過ですので、大会記録更新は2時間1分20秒の通過でしたので、大会記録の更新はやや厳しくなりました。それでも確かに強さを見せたのが先頭エチオピアのレゲセでした。エチオピアのレゲセの大会記録更新は少し微妙なラインとなってきました。さあ、そして大迫はどうか。大迫も間もなく残り1キロのポイントに差し掛かろうとしています。自らの大会記録更新なのか。大迫は40キロから41キロペース上がりました。3分1秒まで上がっています。3分1秒まで上がった。さあ、そして先頭のレゲセはまもなくフィニッシュラインを迎えようとしています。東京マラソン2020
やはり2時間2分台の強さは本物でした。世界歴代3位、去年悪条件の東京で4分台で圧勝したこのエチオピアのレゲセでもありました。まだ世界で3分台未満のランナーというのは世界に5人しかいないわけなんですが、そのうちの1人でもあります。去年のよりも3キロも体重を絞って挑んでますね。さあ、そして大迫もこの丸の内の石畳の中通りに入ってきました。もう確実ですね、これね。確実か、はい、残り1キロを切った。さらに日本記録を塗り替えるか。これだけ自分のタイムをしっかりと時を見ながら確認しながら走れるだけの余裕があるというのがまたすごいところだと思います。この時点で自らの気持ちの中にもう確信はできたのか。大迫傑が自らの手で日本記録更新を狙います。さあ、そして先頭のこのエチオピアのタイムを上げてどうだ、大会記録更新はどうかというところ、微妙なラインです。ちょっと厳しいですね。今時計を確認しました。それでも2時間4分台は間違いない。3分台はやや厳しいかといったところ。左に曲がってまだここから 100m ちょっとありますからね。最後石畳なんですよね。しかもね、大会記録は大きく意識してきて挑んできた2時間2分台の世界歴代3位の持ちタイムを持っているビルハヌ・レゲセ。やはりその強さは見事でした。大会記録の更新こそなりませんでしたが、しかしこの見事なタイム、2時間4分台前半で東京マラソン優勝、連覇を果たしましたビルハヌ・レゲセです。さあ、そして大迫です。今2位3位ランナーが入ってきます。エチオピアのレバ、この後の大迫のタイムが気になります。さあ、大迫です。あの曲がったとこ5分30切ってくればできますね。あとね、東京駅が美しいね、はい、そこに帰ってこられるっていうのがまたいいですね。ぴったりですね。大迫さん自己ベストは2時間5分50秒、これが日本記録。これを1秒でも上回るものが他に現れれば、そのものに東京オリンピック3番目の椅子を譲ることになった大迫ですが、沿道からも日本記録日本記録って声が随分かかってますね。しかしそれを許さず、こっからあと頑張れ。途中15秒離れかけたシーンがありました。もう確信をした。もう確信をしました。大迫すぐでやりました。自らの手でその日本記録を塗り替えます。すごいね。やはりこれが大迫の強さでした。日本記録を自らの手で塗り替えてみせました。2時間5分29秒日本新記録誕生。日本人トップの座を守って、これで東京オリンピック3番目の椅子を大きく手繰り寄せました。全体の4位フィニッシュの大迫、1位レゲセ、2位アブディ、3位レマ、そして日本人トップ全体の4位で大迫、日本新記録誕生。そしてこれが5位、ビダン・カロキが2時間6分台前半、自らのパーソナルベストは更新なりませんでしたが、世羅高校で来日して12年が経って、ビダン・カロキが5位でフィニッシュ。そしてアジア記録ホルダーだったアバシが今6位フィニッシュ、そしてメングストゥが6位でフィニッシュということになりました。6分台だ。その後ろです。これが日本人2位、菊池君。全体は菊池です。途中までは日本記録を更新するペースをしていました。なんと2時間6分43秒。そして上門ですか。上門ですね。あ、6分台だ。大塚製薬の上門もどうやら2時間6分台を刻みそうだ。なんと2時間6分台ランナーがさらに2人も誕生。もう一人来ますよ。誰だろう。ここで時計は2時間7分を超えます。定方ですか。そうですね。 MHPS の定方がこれで井上より先着するという形に、井上さんとずっと練習一緒にやってましたよ、ね、なりましたね、そしてここで122番の木村慎、ハーフで実績を残して、そしてハーフ新記録を打ち立てた小倉も2時間7分台。
お、みんな7分ですね。お、すごいね。下田もそうだ。2時間7分台前半。そして119番の菊池正人、一色設楽選手、設楽さんが見えてきました。一色、そしてここで三強の一角と目されていた設楽優太、まあ、それでも2時間7分台でまとめ上げているわけですが、本人はおそらく悔しさが今はこみ上げてくるものと思われますが、井上選手がまだ入ってきてないですね。井上がまだ入ってきてないんですよね。日本人の今フィニッシュ者を整理しますと、トップで大迫日本新記録、その後高久上門、ここまで6分台、その後佐田方、木村、小倉、下田、菊池、一色、設楽と日本人の選手が順位をして、今全体では18人がフィニッシュをしています。高久選手が頑張ったんですね。そうですね、そして井上のこの東京マラソンでの日本新記録誕生はなりませんでした。岡本さんも帰ってきました。中国電力のベテラン岡本、ニューイヤー4区でも6位と結果を残したベテランの岡本、怪我などもあって少し一時期苦しんだ時期もありましたが、また2時間8分台でまとめ上げる力を35歳にしてまた戻してきました。さらには倉田、そして岩田、 MHPS の岩田が井上に先着するという形。111番トヨタ自動車のベテラン大石も今入ってきました。軒並み8分台ですからね。そうなんですよ、瀬古さんが強化トップになってからすごいですよ。このファイナルチャレンジを、ね、やってよかったですね、でも風通しも良くなってるし、宮脇千尋が今フィニッシュをしています。この宮脇の順位で全体の25番目、ちょっと前まで瀬古さんサブテンがと、あ、ここで今来ました、ね、大迫の今フィニッシュシーンですが、この後に間もなく井上がフィニッシュを迎えます。なんかアシュラの顔してるね。さすがですよね。もうこの今までの背負ってきたものすべて吐き出してる。そして井上です。この表情は推察でしか物は語れませんが、増田さんはどう読み取りますか。でも私、井上さん立派だったと思います。今日2時間3分前半のペースでついていく、ああいう攻めの姿勢っていうのが井上さんらしくて悔しいと思うけど、今回はね、ファイナルチャレンジですから彼はチャレンジしたんです。大迫選手の心に火をつけたのもやっぱり井上選手だったと思いますよ。そうだよね、はい、大迫が一旦離れてから前を追わなければならなかったのは前に井上がいたからでも絶対ありますもんね。そうですね、はい、切れなかったですよね、そこでね気持ちが。さあ改めてこの戦いインサート VTR でご覧いただいていますが、大迫フィニッシュの瞬間、大迫が果たして確信を得たのはどのタイミングであったのか。思えば最初の給水でなかなかうまく取れなくてリズムを崩すこともあって、そうですね、ああいうね30キロの時にどういう気持ちでね、離れたかって聞いてみたいですよね。井上がハイペースで進んでいってその背中をどういう気持ちで見ていたのか、まあ、2時間5分50秒の日本記録を突破するというのは、まあ、他の選手から見て決してこう優しいハードルではないわけであって、待つという選択肢も大迫はあったと思うんですが、それでも挑戦をして自ら突破してみせました。あの MGC のね、悔しさ ね、 あるね。あれ大迫君のお嬢さんじゃないかな。そうだね、お嬢さん来てるね、きっと2歳と6歳。大迫さんのピアスも今日は光ってますね。特にもう贅肉とってカットカットカットで、あ、お父さんお母さん、お父さんお母さん、直江さん、はい、2人とも走ってらっしゃる市民ランナーなんですよ。ご家族にも、それから日本中にも、それから走りを目指している子どもたちにも、その大迫の背中の大きさを見せたような、そんな感じがしますね。特にね、ここで走れなかった市民ランナーの方、はい、その人たちにもなんかこうね、よかったですよね、はい、元気を与えましたね、今大会は一般ランナーの参加の取りやめやボランティアの人数など規模を縮小して、スタッフもマスク着用など安全管理にも配慮して行われてきた東京マラソン。主催である東京マラソン財団からは公式ウェブサイトにて沿道での応援は控えていただくよう協力のお願いもなされていました。あゆみさん、この奥さんのあゆみさんとすずちゃんです。2歳のすずちゃんが映ってます。あともう一人小学1年生ゆうちゃんもいるんです、家族が仲良くてね、一緒に志を一緒にしようということでアメリカに渡って、移住したわけですからね。ゆうちゃんもいました。大学を出てアメリカに渡って、それから高校も東京から長野に渡って、今回は初めてのケニアを選んで、ただそういう新しいチャレンジの前には必ず自分は
負けた悔しさがとるように高橋さん話をしてましたね、はい、そうでしたね。やっぱりこの MGC の悔しさをこう大きな飛躍にしましたね。なんかダメだったことをプラスにいつも変えるタイプっていう風におっしゃってましたけれども、これでしっかりと日本記録という跡を残したのは素晴らしいですね。だから増田さん、どうしても大阪で